もしもし、かほこです。はい、今日はですね、1ヶ月ぐらい前の話なんですけれども、私のお友達のね、ゆいちゃんっていう子が断捨離したらしくて、いらないものをね、たくさんくれたんです。チャーン、いらないゴミ、ゴミって言ったら失礼だけど、もう私はいりませんっていうものをたくさんね、ぎっしり詰めて持ってきてくれたんです。そう、 YouTube とかでなんか使えるんじゃないっていうことで、なんかいろいろくれたんですけれども、それを皆さんにご紹介していきたいと思います。すごくね、個性が強いものなので、とても驚いてるはい、まずね、初っ端からじゃーん、なんか袋をね、袋入ってたの。何かが入ってるわけでもなく、なんかただの袋。でもこの袋すごい可愛い。はい。で、私の大好きな、ピアー！バースデーって書いてる。なんか、誕生日の時とか、動画に使いなよっていう意味かもしれません。可愛いね。で、まだティアラが入ってたの。じゃーん！これはノーマルタイプのティアラですね。ミスユニバース。そう、ゆいちゃんは私と同い年で24歳なんですけど、こういうなんかティアラとか子供が好きそうなものが好きで、私と精神年齢がね、一緒だったのに、なんか大人になり始めたの急に。なんかね、最近ジャニオタになったらしい。こういうなんかティアラ、これゆいが高校生の時につけてたやつだ。なんか確か卒アルの時にゆいこれつけてた。こんな貴重なものいいんですか？まだまだ入ってるの。じゃーん、これ一番くじのやつだね。めっちゃ可愛い。アクセサリーとかさ、これに入れたらすっごい可愛くない？ありがとう。これすごい嬉しい。大切に使う。あとはこういうユニコーンのカチューシャも入れてくれました。私たちおばあちゃんになっても一緒にこういうのつけようねって約束したじゃん。いつの間に大人になってたの。まだ入ってる。じゃーん、アリエルのステッキ。めっちゃ嬉しいねんけど、ほんまに。人魚のアリエル、ドレスのアリエルに、人魚のアリエル出て。出た。私ついてる。次、じゃーん、人手のなんかやつ。私ね、これね、持ってるの。だから2個目。あとシェルのなんかチョーカー入ってましたね。一昔前に流行ったようなやつ。でも可愛い。可愛いじゃん、可愛いじゃん。サングラスもめっちゃ入ってた。こういうなんかよくわかんないパリピなサングラスとか、一見普通のブルーのサングラスだと思うじゃん。こういうところがね、ドーナツになってるの。すげえ、紫のサングラス。次、じゃーん、アイスクリームのライトです。ここにスイッチがあって、スイッチを押すとこんな感じで光るんです。アイスクリーム。次、じゃん、ミニーちゃんのヘアバンド。嬉しい。しかもね、東京ディズニーリゾート商品です。残りわずかになってきました。あと2つだね。じゃーん、こちらドアストッパーだね。はい、チョコレートのデザインがすごい可愛いですね。私チョコレートモチーフとかお菓子モチーフがすごい大好きなので、これはすごく嬉しいです。こういうのどこで売ってたの、すごく疑問。福袋とかにさ入ってそうだけど、ゆい絶対福袋とか買うようなタイプじゃないから、多分買ったんでしょうね。で、最後の商品なんですけれども、マジでやばいの。いきますよ、皆さん覚悟してくださいね。いきますよ、せーの、チュー。こういうファンシーなものがさ、たくさん入ってる中で、こういう木彫りのチー。はい、ということで、今日は親友のゆいちゃんからいただいたゴミとは言えませんね。ゴミとは言えない、言っちゃったけど、いかがだったでしょうか。最後のものはね、ちょっとピーですね。ということで、この動画が面白いなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。